富士山女子駅伝、拓殖大、不破黒月はエントリー外れる名城大は5連覇狙う。富士山女子駅伝、30日、富士山本宮浅間神社前、富士総合公園陸上競技場、の区間エントリーが29日、発表され、拓殖大、作大、2年の不破黒月、19、は、区間エントリーから外れた。不破は10月30日の全日本大学女子駅伝で、3人抜きの力走を見せ、5区、9、2キロ、区間賞を受賞。チームを5位に導き、レース後は笑顔を浮かべていた。11月28日に開催された壮行会に出席した際は、どの区間を任されても積極的な走りをしたい、と意欲を示していたが、12月10日のエディオンディスタンスチャレンジ in 京都女子1万メートルは欠場していた。2年生エースは昨年の富士山女子駅伝で、5区、15キロで10人抜きを達成。チームを6位に押し上げる原動力となった。今大会の拓大は、総合力での5位入賞を目標に掲げる。10月末の全日本では、不破以外に出走した5人中、4人が区間6位以内と好走。チーム一丸で、1年前からの成長を示す。また、5連覇を狙う名城大は全日本に続き、5年連続の2冠がかかる。レースは明日30日午前10時スタート。全24チームが、7区間43、4キロを競う。